ナルセ二蔵から1919 19年3月4日は、明治から大正のキリスト教牧師であり、日本における女子高等教育の開拓者の一人であり、日本女子大学校の創設者として知られる。属籍は山口県四族、須王国吉時期、軍吉村に生まれる、ナルセ小右衛門の長男。ナルセ家は、元は川崎姓で二蔵の父の代に、なるセ姓を名乗る。 父は、長州藩毛利家の一門、吉木毛利家に仕える、下級武士。二蔵の母、うった子は、林村の大都村出身で、藩士である畑の娘。二蔵は、幼少時は、教皇の検証官に学び、維新後の1874年には、長財師として、以下に住み込む。この年には、父が死去し、山口の教員養成所の二期生となる。 1876年に卒業し、小学校教員となる。ナルセ二造と妻の万十枝1877年からアメリカに留学し、帰国後牧師になった同郷のたくさんほらの感化を受けて山口を離れ、1878年に大阪の何和教会で入信する。組合協会の運動で同年に設立されたバイ女学校で主任教師を務め、 翌1879年には、にわ協会に属し、旧福井藩士の娘で、女学校生徒であった、ハットリ・マスエと結婚。資材を投じて、学校経営の維持を図るなど教職には熱心で、あったが、伝道活動への意志が強く、1882年に、卒業生を送ると教職を辞し、牧師としての活動を始める。たくさんほらの何和協会を拠点に、 翌1883年には奈良県に生駒郡,郡,郡山町の出張伝道所へ移る。1884年には郡山教会の独立を許されてその初代牧師となり、布教活動を行う一方で女子教育を研究する。現在の日本女子大学この頃、キリスト教授用の壁が扱った新潟では TP パーム、押川正義らが教会を形成した。 1883年にパームが帰国すると、オーギューリック夫妻と RH デイビス夫妻ら、アメリカンボードのメンバーが伝道を引き継いだが、伝道活動が混乱を極めており、ナルセは、組合から新潟での伝道を依頼される。ナルセはこれを拒むが、病床のたくさんから不妊を懇願されると、新潟へ移り、1886年には、新潟第一キリスト教会、 女子の修学状況が不審であった新潟で女学校の設立案が出されると、ナルセはこれに参加し、翌1887年に私立新潟英学校を基礎に設立された新潟女学校の校長となる。同じく英学塾を基礎に設立された男子中等教育機関である北越学館にも関わり、教師として招かれた内村鑑三が生徒の指示を得て分離する動きを見せると、 ナルセラは内村に反論し、解任を求めた。内村が去った後には、旧地の松村海石や麻生肖像らが招かれた。1890年にはアメリカへ渡る。アンドーバー神、学校、クラーク大学で教育学や社会学、キリスト教などを学び、ユニテリアン的な思想を身につけ、各種社会施設も視察して、女子教育研究を行い、1894年に、 帰国。第5代バイカ女学校校長を務め、女子高等教育機関の設立に着手。ナルセは、このバイカ女学校校長時代に、日本初となる、玉加遊戯をカリキュラムに採用。後に自らが創立した日本女子大学校でも、玉加遊戯をカリキュラムに採用していることから、ナルセは、バスケットボール紹介者の一人と言われている。 大阪市東区清水谷東の町で建設を進めたが、その後、広岡朝子の働きかけで、三井財閥から東京、目白の地を寄贈され、1901年、日本女子大学校を創設した。1912年6月、渋沢栄一、森村一左衛門、姉崎正春らと共に気逸教会を設立する。これは、諸宗教、道徳などが、 同一の目的に向かって、相互理解と協力を推進することを期した会である。会員には、江原ソロク、島田サブロ戸ニトベイナゾウ、石橋ト信今岡新一郎、高木朝香や、MC ハリス、DC グリーン、C マコーリー、W アキスリングなどの宣教師たちも参加した。晩年には、キリスト教信仰を捨てて、混合宗教を報じた。 1919年3月4日、肝臓癌の試し去。聖カートは1934年に山口在住の卒業生有志によって、ナルセ公園として整備された。公園内に設置された記念碑は、毛利本家第29代当主の毛利元明の記号によるものである。作品集。ありがとうございます。